まあ、そういったコミュニケーションのところも注目して見ていきたいと思います。9月の7日福岡第一との戦いは山本壮太アシスタントコーチが指揮を取って、試合を7番平原優馬3年生、8番ンジャイパプ2年生で、そして12番帰ってきました戸返り勝利。ショットクロック10秒のところで枠川スリーポイント。ここは持ち味を得点を重ねていきたい。やはりここは戸返りに預けるかというところですが、スリーポイント決まりました。中にはセハがポジションを取っていますが、セハがそのまま行くのか、バスケットカウント、この勢い止めたくないですね。八王子としては連続得点に持っていきたい。戸返りどうだ、やはりこの人、勝又のシュート落ちたがリバウンドショット、バスケットカウント。これはガッツポーズが出ました。渡辺40対39、1点差まで詰めたという第3クォーター。枠川スリーポイント、ここでキャプテンの気持ちが見えます。1本です。枠川逆サイド展開して渡辺、決めた。さあこれで60対66、またもや同点。非常にその中学生の頃の活躍も記憶に新しい選手ですけれども、ちょっとクロックギリギリ決めた。そしてやはりこの人、戸返りのこの体勢を崩しながらですからね。これこの体幹の強さというのもこのワンプレーで、福大堀のリバウンド明けで、失礼しました、タイムアウト明けです。ここはいい入りになりました。枠川昨年の日清食品トップリーグは4位という結果でした。福大大堀、枠川スリーポイント、ここでキャプテン、セハが行く、セハが行くが、このボールこぼれた、早い展開、ボールこぼれる、さあリバウンドは福大大堀、リバウンドショット、3本決めた。1年生入ってきています。シュートこぼれた、平原狙うか、狙う、スリーポイント、うわー決まった、バンクスリーとなりましたが、枠川ボール、あーこれはファールに八王子としては行きたいというところでしたが、そのまま